通に考えて奥の足相手に対して遠いので、この足に対するアタックとか攻撃が一番多いです。グラップリングの構えの時でも構えたらこっちの足のアタックが一番多いんで、これだけでシャドウも打ってて、バーン出る、バーン、こっちに来たらすくこっち遠くに、これをこう石遠くに切ったらすぐ戻して MMA では基本的に打撃があるので、タックル入る場合は打撃を振って打撃が触れる距離で相手が入ってくることがほとんどです。ポイントは3つあります。スプロールの際の両手の使い方です。タックルに入られた際にまずやることは、顔と相手の脇をコントロールすることです。顔はつけてしまっていると突進の力が強くなります。腕を入れてコントロールします。逆側は脇を開くことによって力が入りづらくなるので、これも足が畳まりづらくなります。2つ目のポイントは胸と足の使い方です。両手がセットできたならば、次は胸の位置を相手の肩口にセットしながら足腰を引いて、足を開いてディフェンスをします。胸の位置ではなく腰の位置に乗っかってしまうと相手にリフト、持ち上げられるリスクがあります。足が閉じてしまっているとクラッチをされて畳まれて倒されるリスクがあります。3つ目のポイントは、腰を切りながら下がって相手の指先を外すことです。ここまで下がってもまだ相手の指先がかかっています。これを切るためには腰をツイスト、切りながら下がって切ってください。この時に膝をついてしまっていると、ここに体重が乗っかってしまって押し負けて倒されてしまいます。体重は必ず相手の肩口に乗るように潰しながら切ることがポイントです。ところに入られた際にはまず手をセットすること、顔と脇、胸の位置は肩口にセット、両足はしっかり開くこと、畳まれないようにすることです。しっかりプレッシャーをかけながら指先を外すまでしっかりツイストしながら下がってください。実際では今のポイントをほぼ同時にやっていきます。これがスプロールを使ったディフェンスです。でタックルの切り方で、基本的に使うのはスプロール、まあ、言ってしまったらバービーの動きですね。この動きですね、バービーの動きと、もう一つは差し上げ、差しですね、あのアンダーフックを通るこう動きですね、とオーバーフック、勘抜き、この3つを使ったディフェンスというのが、テイクダウンディフェンスの基本になります。まずスプロールを使ったディフェンスというものをやります。相手がタックルを入ってくるんで、入ってたらまずここで相手の首のここですね、この部位に手を1本差し込んで、で逆の手は相手のこちら側の腕を取って後ろに思い切りスプロールします。このようにして相手を受け取ります。この時に相手の頭が少し中に入るようにすると、より良いですね。この時に例えばスプロールしてタックル切れた相手のこのようにして頭が出た状態になると、相手はスイッチといってもう一度このようにしてトライを仕掛けてくるので、はい、このようにして取られてしまう可能性があります。なのでスプロールをした場合はこのようにして頭を中にこうググッと入れていくようにして、まあこう小さい前慣れをするような感じですね。これをちょっと頭を出さないようにしてディフェンスをする。で、まあ、このまま普通に、リセットするのであれば肩を押して立ち上がる、相手組みに対してこのようにしてディフェンスで、ここでキープ、もしくはバックに回る。低いタックルのディフェンスのコツというのは、こう受け止めるにしてもいきなり背中の上にドンと乗るのは少し怖いので、入ってきたらこのようにして、こっちの奥手ですね、構えた時の奥手で迎え打ってあげるようにして頭を下に落とすようにして、それでここにはめ込むようにすると上手にここに持ってくることができます。
なのでスクロールを練習するときの動きというのは、構えたらこういう動きになるんですけれども、まあ実際で、ね、受け止める場合は手が先に先導されるので、受け止めるときはこのようにしてスクロールして蹴っていくですね。これが、基本の位置です。両足タックルとか低いタックルへの、ディフェンス、その位置です。はい、その次に高いタックルへのディフェンス。高いタックルというのは、まあ、こう胴タックルとかこう足が立っている状態でこのタックル、このタックルをスクロールして切るというのは結構難しいです。ここでスクロールしようと思っても、こう止められてしまうので、このまま投げられてしまうことがあります。なので高いタックルをディフェンスするときは刺し手をしっかり作るというのが、基本とされています。刺し手というのは何なのかというと、さっきも聞いたときにこのようにして手を内側からこのように差し込むことですね。相手がタックルに入ってきたら手を内側にで差し合う。こうすることによってディフェンスが一つ可能になります。なのでこう構えたら前手ですね、前手側でこのようにして回すようにして脇の裏に入れていく。タックルくるで、このようにして、で相手と必ずこの目線が合う状態を作る。これテイクダウンのディフェンスにおいて、結構重要なことなんですけれども、この高さが変わることをレベルチェンジというんですが、このレベルチェンジについていかず受けようとすると、このようにしてこの分のリーチを止めることができなくなって相手に倒されてしまうということがあります。なので相手タックルを受け止める場合は、来たら同じぐらいの高さに入っていってあげて差し上げるというのが基本になります。こうやってこれで差し上げる、でこれでもし取れるのであれば両差しが取れるとより良いですね。これで入ってきてこっちも来たらこっちも差し、両差しが取れたらこのようにしてカウンターで、バックなど、もしくはテイクダウンが取れたりします。でこれが差し、で次にオーバーフック、掴み抜きといって逆のものですね。こちらの使い方、この掴み抜きですね。これの使い方ってどういうふうに使うのというと、片足タックルですね。片足タックルに来た相手に片足タックルを取りに来た、取りに来た。こうなった時にまず掴み抜きをしっかり作って、この腕をこのようにして巻き込みます。でこの時は足を上げられてしまっても、自分のももをこのようにして掴むようにします。入ってきた、そしたらこのようにして組み手を作ります。片手は首筋で、片手はここ、ももの内側。まあこれでも こっち変えても構いません。これ足が内なのか外なのかで結構この使い勝手が変わってきます。まず基本的な切り方、その位置をやると、まあこうやって取られたら、こう勘抜きしっかり取って首を押さえます。そしたらこの足を股の外に出します。このような感じですね。これができたら、このすねで相手のももをこういう風にして削るようにしていきます。で、こいつを力入れていくと、このようにして手が切れます。で、首で突き放して、取られないようにする。もう一度いきます。こうタックル取られてしまう。じゃあまあこっちへ、まあここからこう外に出す動作っていうのはそこまで難しくないので、まず勘抜き作りながら足を外に出します。このような感じです。ここにこう、すねが乗ってる状態です。これができたら、ここからすねを削るようにして押し込んで切っていきます。まあ、線抜きのような動作ですね。はい。で、もう一つのパターンは、もう一回出しておいて、はい。これが取れたら足が内に入った状態だと、ここ持って、で次、ここ足内にある状態だと、相手の手首を持ちます。もしくは肘ですね。持ったら前に内股のようにして投げていきます。そうすると、相手が必ずこれ手前についてくれる。ここから抜け出すことができます、動作でいうとこんな感じですね。この入っておいて取って、ここで逃げ出す。これ内股を使った逃げ方ですね。でこれ全てにおいて重要なんですけれども、こちらの勘抜きが浅いと、このような形になっていると相手に振られてしまいます。こうこの振る時に相手このまま動いて、こう結構やばいみたいになってくるので、この勘抜きというのは頭を下げさせた上でしっかりこのようにして押さえて
そうするとプレッシャーがしっかりなるので、切るのも投げるのもしっかりと取ることができます。勝之助スペシャルを紹介すると、え、あれですか、あれ僕結構レスリング時代に言ってた技なんですけど、足はこの跳ね上げるために使うんで、この外ですね、外持って反抜きしっかりしてくって相手にプレッシャーかけて、相手をどんどん押していきます。これ切れたら切っちゃっていいんですけど、これどんどん押していって相手が押したりしてます。そしたらこのすねにプレッシャーを残しながら、自分の足を相手の足の中に突っ込んで、こっちの足拾います。こっちですね。これは知らなかったらかかりますね知ってたらこうやってやるんですよ僕がいきます。取られて足を外に出してガーッと押してって、相手も押してきたら、だからごめんなさい、ダンスペシャル、なんか悔しい